俺の名前は田中優斗。都内の会社に勤めるサラリーマンだ。はい、そちらは順調に進んでおります。よろしくお願いいたします。いつもは残業や出張したりと、忙しい毎日を過ごしているんだけど。よし、旅館に着いたな。みんな、荷物を置いたら早速観光しようか。今日は新年の社員旅行に来ている。同じ会社のみんなで親睦を深めるために毎年行われている行事だ。近場に1泊2日の気軽な温泉旅行。しかも今回は一番偉い社長が欠席しているので、みんなのびのびとしているようだ。田中、昼食どこに行く？やっぱご当地のものを食べたいよね。どこにしようかな。この通りに美味しいお蕎麦屋さんがあるんだって。七瀬さん。この人は先輩の佐々木七瀬さん。若手ながら主任で、俺の直属の上司である。田中くん、次の会議の資料できた？あ、はい、こちらです。ありがとう。うん、きちんとまとまってるわね。普段は仕事の早いクールビューティーで、少しとっつきにくい印象なんだけど。七瀬さん、詳しいですね。私、社員旅行楽しみで、いろいろ調べてきたの。天ぷらも美味しいみたいよ。旅行情報誌買ったんですか。準備万端ですね。だって、どうせ来たなら全力で楽しみたいじゃない。そうですね。普段のクールな一面と違い、無邪気な七瀬さんは珍しいな。じゃあそのお店、みんなで行きましょう。地元で人気というお蕎麦屋さんでの昼食を取ると。いただきます。あー、やっぱり美味しい。お蕎麦も風味があるし、天ぷらもサクサクね。みんなで食事も満喫できた。食べ終わったら湯畑の方も見に行ってみましょう。はい。普段の業務を忘れて羽を伸ばすのもたまにはいいな。そしてその夜、宴会場を貸し切って我が社の社員の大宴会が始まった。露天風呂を楽しんだ後の美味しいご飯にお酒。そんな開放的な空間ではみんなどんどんお酒が進んでしまい。あー、食事もうまい、お酒もうまい。社長もいないからブレーコーだよな。そうだ、なんかゲームしようぜ。負けたらビール一気ね。特に男性社員たちは酔いが回って盛り上がっていった。よし、じゃあお前たち野球拳しろよ。俺が若い頃よくやったもんだ。マジっすか、部長。いいじゃねえか。じゃあ一課と二課の若手対決だ。部長、だいぶ酔っ払ってるな。普段から男は稼いでなんぼ、酒飲んでタバコ吸って一人前というような昔かたぎの人だ。社長がいないこの社員旅行では一番立場が上のため、部長を止められる人はいない。じゃんけんぽん。あ、くそ、負けた。よし高橋、脱げ脱げ。おいおい、頑張れよ。男のケツなんて見たくないぞ。じゃんけんをして負けたら服を一枚脱いでいくのがルールの野球拳。負けたら裸になって恥ずかしいから白熱するんだけど。いえ、もう勘弁してください。シャツとパンツだけになっちまいました。いいぞいいぞ。もうやだ、恥ずかしいわね。数少ない女子社員の一人である七瀬さんは、男子校乗りに恥ずかしそうに笑っていた。弱いな高橋。じゃあ次の野球拳の相手は佐々木くんだ。私？部長、さすがに女性と野球拳はまずいですよ。なーに、じゃんけんが弱くてパンツ一丁になってる高橋相手なら大丈夫だろ。それに今日はブレーコーなんだ。ちょっとお色気要素がなくちゃつまんないだろ。なあ佐々木くん、よろしく頼むよ。そうですね。七瀬さん、無理しなくて断っていいですよ。大丈夫、勝てば問題ないわ。私、じゃんけん強いもの。そうなんですか。おお、本当にやるのか。よし、じゃあまた服を着てやるぞ。野球するならこういう具合にしれさせ。アウト、セーフ、よいよいよい。うわー、七瀬さんの勝ちだ。まずは一勝ね。
おーよい、勝てよ高橋。お前負けたら言及するぞ。ひぇ。さ、次も行くわよ。アウト、セーフ、よいよいのよい。おー、また七瀬さんの勝ちだ。勝負ごとに強いんだな。ちくしょう、また負けちまった。あ、よかった。これなら七瀬さんは大丈夫そうだな。そう思っていたけれど、勝負の流れは変わり。アウト、セーフ、よいよいのよい。おっと、初めて七瀬さんが負けたぞ。おお、よくやった。やるわね。でも一枚ぐらい。浴衣の羽織を脱いだ七瀬さん。俺は勝負の行方を固唾を飲んで見守っていたのだが。よいよいよい。ああ、また七瀬さんが負けた。しょうがないわね。なんと七瀬さんは連続で負けてしまい、趣旨を解いた。なんだ、髪飾りもありか。美人な先輩の生脱ぎなんて興奮するな。ここは高橋頑張れとしか言いようがない。アウト、セーフ、よいよいのよい。あーっと、また七瀬さんが負けた。おいおい、次脱ぐのって。温泉から上がって浴衣姿の七瀬さんが次脱ぐとしたら下着ぐらいしかないだろう。場は最高潮に盛り上がっていて、七瀬さんは恥ずかしくて顔を真っ赤にしていた。さすがにまずいだろう。これは俺が体を張ってでも止めなきゃ。俺は酔ったふりをして立ち上がった。ちょっと二人ともその辺にしといた方がいいですよ。田中くん、ほら、ビールでも飲んで落ち着いて。あっと、げっ。おい田中、何やってんだ。ああ、酒がこぼれて机に乗ってた食器もめちゃくちゃになっちまった。すみません、酔って足がもつれちゃって、すぐに片付けます。お客様、大きな音がしましたが大丈夫ですか。ああ、すみません、今片付けますね。食器の割れた音がして、中井さんが来て片付けてくれた。さすがに野球拳を続けるわけにはいかない雰囲気になった。チッ、場が盛り下がっちまったな。田中、きちんと片付けとけよ。中井さん、ビール追加持ってきて。はい、すみませんでした。机の上を片付けている俺の横に、そっと七瀬さんが近づいてきた。ありがとう田中くん、助けてくれたんだよね。本当は困ってたから嬉しかった。何のことですか。俺は千鳥足になって転んだただの酔っ払いですよ。じゃあそういうことにしとくね。部長、だいぶ気が大きくなっているみたいなんで、食事終わったらこっそり部屋に戻った方がいいと思いますよ。そうね、そうするわ。そんなこんなで社員旅行の宴会はお開きとなった。次の日は半日観光して夕方に帰る日だったのだが、昨日飲みすぎたから頭いて、チェックアウトギリギリまで寝てるわ。そっか、俺はせっかくだしこの辺ブラブラ観光してくるよ。飲みすぎた奴らは旅館の部屋から出る気配がない。グロッキーな同僚たちを置いて旅館を出ると、あら田中くん、おはよう。他のみんなは。七瀬さん、おはようございます。二日酔いがひどいみたいなので部屋で休んでます。そう、もしよかったら一緒にお土産屋さんでも見に行かない。それいいですね。あ、その後甘味処でお茶菓子食べるのはどうですか。私も情報誌でチェックしていたところよ。行ってみましょ。二日酔いでみんないないから、七瀬さんと二人でまったり観光することができた。なんだかデート気分でドキドキするな。七瀬さん、いつもはクールな高嶺の花って感じなのに、話してみると意外と気さくなんですね。何それ、男性ばっかの職場で舐められないように少し強がっているだけよ。普通の女の子な七瀬さんの一面を見れて嬉しかった。さて、社員旅行も終わりだ。東京に帰るぞ。まったく、宴会をしらけさせたやつは言及もんだけどな。まだ言ってるよ。
七瀬さんと仲良くなれて楽しい社員旅行だったけど、部長とは今後やりづらくなるな。そして後日、仕事をしていたところ、はい、それでは失礼いたします。おい、田中見ろよ、急に社長が来てなんだか騒がしいぞ。え？部長の席で何か揉め事があったようだ。近づいてみると、部長、これは一体どういうことなんだね。私のいない社員旅行でこんなことをしていたのか。なんですか社長、私に身に覚えがないのですが。身に覚えがないもないだろう。姿も声もどう見ても君じゃないか。激怒しながらフロアに入ってきた社長は、パソコンの中に映っている動画を指さした。そこに映っていたのは、おいおい頑張れよ、男のケツなんて見たくないぞ。これは今日 SNS に匿名で動画が上がっていたんだよ。我が社のハッシュタグがついてね。SNS 今日は無礼講なんだ。ちょっとお色気要素がなくちゃつまんないだろ。ひぃ、どういうことだ。上司が部下に飲みの席で野球拳をさせて、しかも女性社員にもだ。我が社の信用はガタ落ちで、朝からクレームの電話が鳴りやまいよ。そんな、申し訳ございません。拡散されて万バズしてるもんな、この投稿。やばいよ、責任問題で部長処分されちゃうんじゃない。怒り心頭の社長に頭を下げ続ける部長。一体誰が挙げたのかしら。さあ誰でしょうね。実は社内報に使う写真や忘年会で流す動画撮影用のカメラで、こっそり俺が撮影していたのだ。七瀬さんや他の同僚は映らないように部長の暴言だけ切り取り、捨て垢で拡散した。結果はネットで大炎上し、部長はその責任を取って会社を辞めることに。横柄で悪ふざけをしてばかりの部長がいなくなり、会社全体の雰囲気も良くなった。やれやれ一安心だな。そして、田中君、仕事終わったなら一緒に帰りましょ。はい七瀬さん。そうだ、駅前に美味しそうなご飯屋さん見つけたので、夕飯にどうですか。いいわね、忙しくてお昼軽めだったからお腹ペコペコ。なんかあの二人最近仲いいよな。お似合いだよね。七瀬さんも田中の前だといつもより自然体な雰囲気だし。社員旅行で素を見せてくれた七瀬さんと少しずつ距離が縮まってきていた。先輩後輩だけじゃない、もう一歩進んだ関係になれればいいな。